私の祖母はいわゆる、見える人、であったようで。おばあちゃん子だった私は、様々な怖い話や不思議な話を聞かされて育ちました。そんな祖母から、聞いた話。祖母は花が好きな人でした。華道もフラワーアレンジメントも習ったことはありませんでしたが、センスが良かったのでしょう。よく玄関に花を飾ってくれていましたが、それは道端の野花であろうと、花瓶代わりに栄養ドリンクの空き瓶が使われていようと、思わず目を留めてしまう魅力がありました。そんな祖母には花にまつわる不思議な話もいくつかあり、これはその一つです。実家の庭には、椿の木が一本植えられています。祖父母が結婚した時に、親戚がお祝いにとくれたものだそうです。祖父母が一緒になった時からある木ですので、それなりの年月を経てはいたのですが、庭仕事が趣味の祖父が豆に手入れをするおかげで、毎年深紅の大きな花をたくさん咲かせていました。私はよく葉っぱをままごとの道具にしたり、丸めて笛にしたり、花が咲けばその蜜をおやつ代わりにしていました。幾重にも重なった花びらをかき分けて指ですくい取る椿の蜜は、蜂蜜よりも少しさらりとした、爽やかな甘さをしていました。椿が毎年綺麗に咲くよう手入れをする祖父。咲いた花をより見栄えよく飾りつける祖母。この木が我が家にやってきた経緯もあり、二人にとっても椿の木は、特別なもののようでした。さて、祖父は心臓を患っており、私が高校生の時に亡くなりました。お世辞にも仲睦まじい夫婦とは言えない祖父と祖母でしたが、50年以上共に過ごした伴侶を亡くしたことは、祖母にとって大きな打撃だったようです。塞ぎ込みがちになり、外出することも減り、玄関に花を飾ることもなくなってしまいました。ところが、祖父が亡くなって半年ほどした、ある冬の日のことです。まるまるちゃん、見ちょくれ、ほらほら。登校前の私を、何やら興奮した祖母が呼び止めました。え、なんなん？ほら。手を引かれた先は、庭の隅のあの椿の元でした。日に日につぼみが大きくなってきているのは知っていましたが、どうやら今朝、最初の一輪が咲いたようです。色が変わっちょろ？祖母が嬉しそうに言う通り、もともと紅色一色だった椿の花は、赤と白の混じった絞り咲きに変わっていました。これな、じいちゃんやと思うんやけど、どう思う？祖母は興奮冷めやらぬ様子でした。何でも祖母によると、祖父は絞り咲きの椿が好きだったようで、生前はよく、絞り咲きが出らんかなぁ、と、我が家の椿を見ながらため息をついていたというのです。祖母は、亡き祖父の意志が椿の花に宿ったのだろう、と喜んでいるのでした。でもさ、椿って咲き分けとか枝分かれとか、よくあるんやない？喉元まで出かかったそんな言葉を、私はごくんと飲み込みました。久しぶりに見た祖母の明るい顔に、いらぬ一言で影を落とす必要はないからです。それに、見える人、である祖母が言うからには、本当にその通りなのかもしれない。とも思いました。おじいちゃん、好きな色に変えて満足しよんのかな。じゃあ、ばあちゃんが死んだら、この椿は全部ピンク色にしちゃろ。ばあちゃんピンク色が好きやけん。まるまるちゃん、覚えちょってな。いいけど、せっかくおじいちゃんが変えた椿の色、また変えてしまったら喧嘩になるんやない？笑いながらそんな話をして、その日は危うく遅刻するところでした。紅色一色だった椿はその年からすべての花が絞り模様に変わり、それは次の年もその次の年も変わりませんでした。椿の花の色が再び変わったのは、祖母が亡くなった次の年でした。祖母は椿の花盛りの時期に亡くなったのですが、葬儀を終え家に帰ってきた私たち家族は驚きました。庭の椿の花が、一輪残らず地に落ちていたのです。それは咲き終わった花だけではなく、開きかけのものも、まだ色づいてもいない硬いつぼみも、同様でした。木の周りは落ちた椿の花で、まるで赤と白の絨毯を敷いたようでした。ばあちゃんを送りよんみたいやな。ぽつりとつぶやいた時形に、私もうなずきました。そしてその次の年から、椿は祖母が言っていた通り、ピンク色の花を咲かせるようになったのです。
それは単に、自然界ではよくある変化なのかもしれません。でも私は、椿の木の隣にはいつも祖父母がいる気がしてなりません。